はい、愛知池周回路のパート2です。池の北側から始まった散歩ですが、かなり南側にやってきました。正面に水面が見えてますね。スピードを落とさせるバリケードはもうないのかな。左側は公園みたいになってますね。お弁当とか持ってきてゆっくり休憩するのが良さそうな雰囲気。なんかここで一気に視界が広がるような感じ。左側は駐車場かな。ようやく池の南側へ到着した感じですね。ここがいわゆる堤防になってる部分ですね。愛知池って大きいですね。左側もなかなか良い感じ。今更ながらスタートはここにするべきだった気がする。天気いいな。本当にここは徒歩で楽しむ方が多いですね。ここは下に駐車場があるところだな。
あれ、東郷調整池っていうのが正式な名称なのかな。まあいいや。左側が広くなっているのは、確かこの池で行われるボート競技のためだった気がする。テントにもボート協会って書いてるね。ここからボートを下ろすのかな。でもボート競技やってるの見たことないな。ここ、しばらく木陰でいいな。この池は確か釣り禁止だったな。昔バス釣りやってたので、こうして池の周りを回っているとつい魚がいそうな場所を探してしまう。しかし大きな池ですね。はい、では今回はここまでとさせていただきます。ここマラソンとかやってる人にとってはすごく良い練習場所なんでしょうね。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。